花まちへのハローワールド。イエーイ。皆さんこんにちは、花まちへです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は12カ国目ブラジルのお話をしていきたいと思います。はい、ブラジルは2015年と2016年2回行かせていただきましたが、トータルで1ヶ月以上いたんじゃないかなと思います。すごくね、旅でもあり生活の一部にもなっていた、思い出のあるブラジルツアーを振り返っていきたいと思います。はい、どちらのツアーも、和楽器ユニットユイで、行ってまいりました。三味線尺八琴という、3人組なんですけども、2015年がですね、日本と、ブラジルの国交樹立120周年という記念すべき年でして、その記念行事の一環として、いろんなところで演奏をさせていただきました。まず最初に行ったのがロンドリーナという町でございました。ロンドリーナエキスポジャパンで演奏してきました。ライブとワークショップとさせていただいたんですけれども、サンパウロに、そういう和楽器を教えてくれる先生がいて、その先生のもと三味線を習っているっていう若い方たちが来てくれまして、 YouTube で私の演奏をいつも見てますとか、ファンですとか言っていただいて、すごくね嬉しかったです。意外だったのが、ブラジルってコーヒーがすごく有名じゃないですか。なのでもうイタリア人とかがワインを水のように、ガブガブ飲む感覚でブラックコーヒーをガブガブ飲んでるのかなと思ったんですけど、意外とそんなことなくて、逆にカフェとかに行った時に、いわゆる日本で飲むブラックコーヒー、ブレンドコーヒーみたいなものをがなかなかなくて、メニューにだいたい甘いココアみたいな飲み物が多かったですね。で、そういうブラックコーヒー飲みたい時は結構スペシャルな感じのオーダーをしないと飲めなかったりとか、すごくそれがね意外でした。はい、はい、そして2都市目、ベレンというところの、アマゾニカブックフェアで演奏してきました。ちょっとコミッケではないんですけど、ジャパンフェスみたいな感じですかね。でベレンは一気にアマゾンが近づいてまいりまして、緯度が南緯1度ということで、もうアマゾン川にね面しておりまして、生まれて初めてアマゾン川を見てきました。この時はね600人以上お客様がいらしてくださって、すごく盛り上がりましたね。そして3都市目、マナウスというところの、アマゾナス劇場で演奏しました。もうマナウスは最近ねテレビでもよく、見る機会が増えたので皆さんもご存知かもしれませんが、すごく大都市でアマゾンに面している都市って勝手にねなんかイメージしていたものとは全くかけ離れた近代的な街でした。現在ね40社以上の、日系企業が進出しているということで、日本との関わりもすごく深い街です。アマゾンツアーにも連れて行ってもらいまして、水上生活者の方たちの、お住まいにお邪魔したりとかして、ね、こういう怠け者とかをね実際生で見たのも初めてだし、抱っこさせてもらったのも初めてで、もうたまらなかったですね。でピラニアをね、これね、これ私は実際釣れなかったんですけど釣れた人にちょっとねお借りして、さもピラニア釣りましたかのある写真を撮らせていただきました。でそして4都市目、サンパウロ市文化センターで、演奏したんですけど、この時は
サンパウロ在住のシェンさんという、尺八奏者の方とコラボレーションをさせていただきました。シェンさんなんと日本に住んでいたこともありまして、その時は東京芸大で、尺八を習われていたそうで、もう私たちの大先輩にあたります。はい、シェンさんと、工場の月とかね、ちょっとこう日本の叙情的なメロディーをコラボレーションさせていただいたりとかしました。はい、そして5年目がビトーリア、ビトーリアのカルロス・ゴメス劇場というところでコンサートをしました。ビトーリアはですね、海に面したリゾート地なんですけど、リハーサルを現地でし始めたんですけど、あの音響の方が一向に現れなくて、でなんか連絡も取れなくなっちゃって、なんかね、珍しいことではないらしいですね。困ってたら、なんかそのスタッフの方が知り合いの音響の人に連絡をしてくれて、そしたらちょうど近くのビーチでバカンス中だった音響の方が駆けつけてくれて、急遽ね手伝ってくれて、音響をすごく助かりました、おかげで。あの捨てる紙あれば拾う紙あり的な体験をしたりしました。そして6年目、アプカラナの、桜祭りで演奏してきました。はい、この時はね、あの1000人以上の来場者の方が聞きに来ていまして、まあ日本の夏祭りをイメージした感じのイベントだったんですけど、あの最初に訪れたロンドリーナでですね、出会った日系の、マダムたちがいらっしゃるんですけど、その方たちね、あの会いに来てくれて、なんかすごくね嬉しかったですね。そして、7都市目ブラジリア、こちらのブラジルの首都になりますね。ブラジルの日本祭り、2万人が来場するという、もうとても大きな、規模のお祭りで演奏させていただきました。でね、私この期間に誕生日があったんですけど、サプライズであのお祝いしてくれたりとかしてね、嬉しかったですね。はい、そしてですね、翌年2016年早速、2度目のブラジル、こちらもユイで行ってきたんですけれども、その時はサルバドールという、まあ、こちらも海辺のリゾート地ですね。サルバドール、そしてサンパウロと、2都市で演奏してきました。あとびっくりしたのが、ブラジルって国土の面積だけでも日本の23倍ぐらい広いですね。なのに方言みたいな、あのイントネーションの違いとかもないんですって。日本なんてあんなにこんなに狭い国なのに、ちょっと違うだけで全然言葉も変わったりとかするから、なんか面白いなと改めてそんなことも思いました。日本の盆踊りで、よく歌われる民謡を、演奏したりもしてきました。あのご存知の方は一緒に歌ってくれたりとか手拍子してくれたりとかして、非常に盛り上がったので、その民謡の、メドレーを今日は演奏してみたいと思います。はい、ということで、民謡メドレー、3曲ですね、ソーラン節、花笠音頭、東京音頭お届けしたいと思います。
ありがとうございました。民謡メドレーをお届けしました。はい、いかがでしたでしょうか。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で元気にお会いしましょう。さようなら。バイバイ。